突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは超低空飛行をしながらかな。こちらはなんと、榊原社長の激白です。トースポウェーブさんの記事からなんですが、超ピックアップでこんなこと話しております。まだフライ級かフェザー級、どちらでグランプリをやるかは決めていない。 ここのところこのフレーズはよく聞きますが、しかしもしグランプリを開催するのであれば、それは夏頃からで、さらにフライ級でトーナメントが行われた場合は、それは王座決定トーナメントにしてもいいと、つまりライジンに新しい階級のタイトルが新設されると、そしてさらに他にもウェルターとかヘビーとかとインタビューは続いておりまして、坂木原社長が 以前から力を入れていきたいと語っていたヘビー級、もしくはここのところストラッサー・キーチ選手の尽力もあり盛り上がってきたウェルター級でももしかしたらベルトを巻く選手が出てくるかもしれないということで。でもこれで思ったのは今ある階級以外にもチャンピオンを作るということは決定しているっぽいので、そしてウェルターとヘビーは フライの付属として話が出てきたという印象を受けましたので今年のグランプリはとりあえずフェザー級ではなくフライ級なのかなということとまあここは朝倉未来選手次第というところもあると思いますがあとヘビー級とウェルター級どっちかだったら日本人の人材の観点から言っても今はウェルター級の方がやや濃厚かなと思いますね。 でもここはどちらにせよ外国人選手が入ってくることでより盛り上がるでしょうね。ストラッサー・キーチ選手もここでベルトを取ればこの間の敗戦は過去のものとなりますし、他にも再び安倍大地選手に中村慶太郎選手に木下優作選手、ストラッサー・キーチ選手と雷神トリガーで戦った川中隆弘選手もグラチャンのタイトルマッチ5月15日に決まりましたし、あとやっぱ本当に試合に迫力がありましたよね。 そして、スピードも兼ね備わっていて、個人的にはもっと見たい階級だなと思いました。でも、ライジン、大会数も増やして、ベルトも新設して、と、イケイケですね。ここ最近の格闘技の盛り上がり、ここを勝負どころと見ているんでしょうね。でも、フェザー級もそうですが、フライ級も結構いいところは、試合やっちゃってるんですよね。新龍誠選手、VS 藤田山本選手の王座統一戦も、この後ありますし。 でも、8人とか出していくとどうなりますかねちょっとやってみましょうか。まず今名前出た、新竜誠選手に、藤田大和選手。で、元シュート王者の福田竜也選手に。平達郎選手が UFC 一体今若手ナンバーワン、鶴屋玲選手。14連勝中、沢本達樹選手でしょあとは福田竜也選手に負けたとはいえ、やっぱり見たい、イケメン枠。花もある人、伊藤勇気選手。 あとは現在6連勝中、5月18日に、伊藤選手と試合は決まってますが、古瀬瑞希選手の旦那さん、関原翔選手。それと北方大地選手ですかね。これで8人ですよね。全員出てくれたら盛り上がりそうですけどね。特に鶴谷玲選手。その前に4月30日に平達郎選手の UFC デビュー戦もありますので、そちらの結果も盛り上がりに左右してきそうな気もしますが、まあ何にせよ格闘技、まだまだ楽しませていただけそうですね。 続きましてのニュースです。こちらは仕方はないんですが、盛り下がりに該当すると言っていいと思います。堀口京二選手も出場し、しかもリベンジを果たしたいところでもあったベラトールのバンタム級グランプリ。堀口京二選手はパトリック・ミックス選手と1回戦決まり、他にはチャンピオンセルジオ・ペティス選手と同門でもあるストッツ選手の試合も発表されましたが、なんとそのセルジオ・ペティス選手、どうやら怪我で欠場するようです。 で、その一つ空いた枠には、今回は8人トーナメントで、チャンピオンを含め、上からランキング7位までの選手が出場だったのですが、ランキング8位の35、6歳でいいと思いますが、ベテランカナダのジョシュ・ヒルー選手が加わることになり、しかし、そのジョシュ・ヒルー選手が、ストッツ選手と対戦するわけではなく、ストッツ選手の相手は、ランキング1位のファン・アーチュレッター選手になるようです。 アーチュレッター選手は元チャンピオンで、過去一度セルジオ・ペティス選手に判定3-0で敗戦し、そこでタイトルがセルジオ・ペティス選手に移動しているという経緯があり、今回の決定に関し、そのままの翻訳読ませてもらいますね。この機会にとても光栄に思っているし、興奮しているし、感謝している。ベラトール世界王座を獲得したとき、私は常にチャンピオンとしての身のこなし方を知っていた。 これは私が常に準備万端で、常にジムでトレーニングしていることを示すためのものだ。常に準備をしていれば、一生に一度のチャンスを手にすることができる。ベルトを取り戻す準備はできている。ありがたいことに、僕はタイトルを失ってからずっとトレーニングを続けている。僕にとっては何も変わらない。タイトルを失ってからずっと強くなって準備してきた。ストッツは、俺がタイトルを取り、100万ドルの小切手を、 手にに入れるるのを邪魔していい過ぎないこれは100万ドルへの第一歩に過ぎないそれだけじゃない世界タイトルのために戦えるんだ1人の損失はもう1人の利益だとやはり堀口京次選手だけではなく他の選手も相当意気込んでいるようですそしてこのストッチ選手とファン・アチュレッタ選手の試合が暫定王者戦になるようで。 ベラトールグランプリの方式としてはここで勝った方が次に進みそこで負けてしまった場合ベルトはまたその勝った方の選手に移動し最終的に優勝した者が暫定王者として君臨しその後正規王者であるセルジオ・ペティス選手と統一戦を行うという流れになるようです日本のファンからはとりあえず空いた枠に扇久保弘正選手を入れてくれという声が結構上がっておりました ソツ選手は同門対決になり、運営はクソだとベラトール批判していたのですが、セルジオ・ペティス選手と戦わなくて済むのは嬉しいが、でもそれより怪我の方が心配といった感じでしょうか。あとは堀口京二選手からするとグランプリの中ではセルジオ・ペティス選手にリベンジができなくなってしまったが、しかし堀口選手、そもそもセルジオ・ペティス選手、グランプリでは上に上がってこなそうとも予想していたので、 なので優勝すれば必ず戦えてベルトとリベンジ一気に悲願を果たせるということにもなりました続きましてこちら 1X1 の100回大会3月26日と試合が近づいてきている青木慎也選手 VS 秋山義弘選手 アベマで特集が何度も組まれておりますが、まず覚醒剤打たずにホームラン打とうが皮肉になってしまった、現在も薬の離脱状況と格闘している清原和弘さんが秋山選手のところを訪れ、それより前に青木真也選手は、セコンドに清原連れてこいと語っていたので、清原さんはそれを受けて、日本でやるならセコンドにつきたかった。俺が先に殴りかかってる。 いや、他にも。俺も同じ野球の後輩で、年下から裏切られ、そんな奴から人格否定までされたら、ピーしてしまうよ、と、ピー音の入る過激な発言も飛び出しておりまして。これは、あれですね。ピーが入ってるんで、なんて言ってるかわかんないんですが、俺も後輩に人格否定までされたら、またシャブ打ってしまうよ、ですかね。はい。ピー音だったんで、答えはわからないので、自由に入れていいと思いますが。 そして、秋山義弘選手の方も青木真也選手に対して。メディアの壁があるといえど、言っていいことと悪いことがある。ファイターとしては素晴らしいが、人間として基本的なありがとう、ごめんなさいとか、そういう単純なところができてないので、人間としてどうなのかなとは思っている。と苦言を呈しておりました。 それと、秋山選手、以前から多感症だと公言していて、試合前にもかかわらず、緊張で手のひらにべっちょり汗をかいている場面というのもありましたね。で、これに対して、青木真也選手、トースポーウェブさんの記事でこう語っております。これも、青木真也選手が現地、滞在先のホテルからの電話対応ということで、試合前にご苦労様ですと言ったところなんですが、まず、青木真也選手、憧れの清原さんに、 名前出してもらって声だって僕がいつも読んでる本によく出てきますんで。まあその本っていうのは文春なんですけどね。と。そして、もし清原さんが殴りかかってきても、こっちからは殴り返さない。今流行りのバッティングでいく。と。はい。それにしても梅野源氏選手、すごいね。工事の兄貴ですら全部持っていかれちゃったからね。とこのようについていきました。 試合前ですがリラックスといった感じでしょうか。で時系列的には前後してしまうんですがこれより数日前に堀口京二選手もこの対戦について語ってくれておりまして「これは昔よく見てたドリームマッチの一つで楽しみに僕もしてる」「ただこのカードを日本で出さないことは不思議だった」 そうですね。ワンの100回記念工業ですから、海外の格闘ファンもたくさん見る中ということで、これはですね、ここのところワンで日本人選手の出番がコロナのせいで激減していて、ファンや選手の間から不満が続出していたので、ワンのチャトリ代表の日本人に対してのサービスというか、心積もりだったんじゃないのかなとも私は思っておりますが。で、話は戻りまして、堀口強里選手、これはわかりやすい。 打撃 VS 寝技の図式で、秋山選手は当て感が強いと、そしてワンは水抜き禁止ですので、それで秋山選手は13キロの減量をしないといけないということを聞かされると堀口京二選手、ええ、じゃあ多分無理っすよ。そんな甘くない。秋山選手は後半になれば体力がなくなり、ぐずぐずになると思うと。そして堀口京二選手、続けて。 本当は性格的なことを言いたいが悪口になっちゃうので言えないかっこ笑いとそして少し考えてから言葉を選びつつか青木さんは正直者ですねと秋山さんは昔は正統派だったけどぬるぬる事件から印象が悪党になっちゃったとで勝敗予想は減量もあるし青木真也選手の勝利青木真也選手の寝技にやられると思う 応援してるのもつながりがあるので、青木真也選手と。昔、クレイジービーで練習してた者同士ですからね。そして、文句言うファンはいると思うけど、余計なことを考えず、楽しんでみろという締めの言葉でした。はい。皆さん、この大会のペーパービュー買うんでしょうかまずですね、試合数が長くて、全部で3部構成なんですよね。第1部がお昼の2時からで、 ここには秋山選手とも懇意にしている高橋良吾選手に BB 名選手、沢田竜斗選手に元キングオブパンクラシスト、パラエストラ千葉ネットワークの激闘池田千蔵選手が出場しまして、ABEMA で無料で見れますね、ここは。で、第2部が夕方6時からで、ここでは日本人選手で唯一モンスターエナジーからのスポンサーを受けている平田一樹選手と、 あと、物議を醸した判定の再戦となる、ハムソヒー選手 vs ザンボアンガー選手の試合と、ナスカー天心選手 vs タケル選手に並ぶ強さを持つと言ってもいいんじゃないでしょうか。秋山弘樹選手の王者カピタン選手に挑むタイトルマッチが行われまして、っていうか、もうこうやって話してるだけでめちゃくちゃ見たいですが、ここも多分ね、無料だと思います。そして、グランドフィナーレの第3部が夜9時からで、 ここからがペーパービューで、秋山選手 VS 青木真也選手、長男亮さんのジムのリトルピラニア、若松優也選手 VS フライ級チャンピオンのアドリアーノ・モライス選手のタイトルマッチ、それに加えロッタン選手 VS デメトリアス・ジョンソン、こと DJ はもう古い、略してデメジョの試合もありますので、やっぱ見たいですね。買おうかな。ただこれ見てる方も体力いりますよね。 正直、途中、20分ぐらいね、昼寝したいという本音もありますが。そして、話は結構戻るんですが、青木真也選手的に言うと、そんなことより、梅野源氏選手、コーの兄貴食っちゃったよね、の方の話題なんですが、他にもヤーマン選手がですね、梅野選手はさすがですね、試合内容を気になるような発言をして、ライジンのペーパービュー売り上げを上げようとしている。 じゃなきゃあんな痛い発言しないと思うとツイートしておりまして、しかしながら梅野源治選手は、軽量前日に銭湯で初対面した中村大輔選手、僕よりも年上なのにサウナに入るたびにセコンドの方とご丁寧に挨拶してくださった。そして山本歩選手やセコンドの方も、体重計を使うようでしたらとわざわざお声掛けいただけた。 帰る前にも、先に帰るので、最後に体重計使われますかと、素敵な対応に感謝、と人格者の一面も覗かせていて、礼儀正しいですよね。私も人間いろんな一面があるんだよなと思っていたらですね、ちょうどそのタイミングで、峰田美奈さんという AV 女優という方がですね、自己紹介のところに AV 女優と書いてありました。今ではね、セクシー女優という呼び方もあるみたいですが、その方が、メイクチュ。 としたツイートメイク中という意味ですね。自身の顔の写真が添付されているものなんですが、それが私のタイムラインに現れまして、これ、梅野源治選手がいいねしたものということで、やはり人間にはいろんな面があり、やはり梅野源治選手というね、ニュースターの誕生なんじゃないかなとも思いました。この方のファンなんですかね。なので、まあ一言で言うと、まあ秋山義弘さんの試合とかね、ロッタン選手、デメージョとありますが、 メイク中ってことですよねいいね。でこちら続きまして前田明さんが炎上してしてままったという話題になります何でも日テレ系でやってる「午前0時の森」という番組があるらしく企画としては本来は決まった司会者が毎回違ったゲストをお迎えしてというのが今までのセオリーでしたがそこを逆手にとってそのゲストを司会者にして。 自分が好きなことについて語ってもらったりいいように番組を進行してもらってそしてそれを毎回レギュラーである人ここで言うとジャニーズの村上信五さんらしいんですがあの方がその司会の人のスーパーアシスタントとしてフォロー盛り上げていく。 係に回るという通常とは、つまり役割を逆にして、さあ何か面白いことが生まれるかなというものらしいんですが、そこに前田明さんがゲスト、つまりここで言うところの司会として登場したようで、そこで主張したことが、アメリカの牛肉が自由に日本に入ってくるようになり、女性は豊満になり、男は弱くなったとか、 あと、前田明さん自身のインスタでグラビア関連のアカウントを342個フォローしていて、そこでお尻の大きいグラドルに、牛かカバとか、生理がわかる、安産型だなどと女性の品評会が行われたそうで、それに対して特に女性の権利を尊重し、女性に対する不平等の解消を唱える、いわゆるフェミニストをですね。 いや、ジャニオタの人たちがキレているようなのですが、以前から前田明さんを知る私たち、人たちからしたら、ずっと前からそうだったでしょといった感じでもちろん特に何もなく、あの、鈴よグループのクジラのダンスとかあなんかありましてね、北の国のオーロラ、アリンコの涙というね、 CM と同じで前田明さんが炎上して落ち込む姿というのもそれと同じぐらい見れませんのでえーとなのであのですね特に何も起きていないというね事件も昨日ありました、はい、だったらこれ取り上げる必要あったかなっていうねでも私 この CM の歌詞ってめったに見れないものをあげつらっていると思ったんですが、ありんこの涙はそうなんですが、北の国のオーロラはまあまあ見れちゃいますので、ここちょっとですね、前田明さんと榊原社長のツーショットぐらいにしておきましょうか、はい、それにね、差し替えて歌詞をね、頭の中で変換して聴いていただければというふうに思いましたがそして昨日は萩原恭平選手、SNS でライブを行ってくれたそうで。 それらをまとめると、どうやらこのようなものになるようです。まず、怪我はない。そして、オファーがあれば、鈴木千尋選手との対戦は全然受ける。あと、ドミネーター選手のマスクを、萩原恭平選手もかぶっておりましたが、それはダイソーで買ったものだと。で、さらにですね、平本蓮は見損なったと。はい。ここはもうですね、なかなか溝が埋まりそうにありませんね。ちなみになんですが、私もずいぶん前に100均で、 見た瞬間に格闘ファンとしししてて購入しましてで向かって右側もともとは真っ白で同じものだったんですが100円の金色のラッカースプレーで色を塗ったものになり私は勝手にそちらのことをファラオと呼んでおります。 そして、ドミネーター選手の仮面も同じく100均で買ったものだという噂は聞いたことありまして、しかしながらドミネーター選手の人気が今回で爆発したので、100均にこの仮面が置かれたわけではなく、きっとこれはラファエルさんの影響だと思います。そしてですね、ラファエルさんの話が出たので、ついでにやらせてもらいますが、ヘズマリュ先日のブレイキングダウンで、 アンポルキア選手の YouTube のメンバーでもあるテル君に負けてしまいましたが、その後ツイッターで、テル君に負けました。応援してくれた皆様すみませんでした。励ましてくれたミクルとテンチム大好きハートと追悼しておりまして。で、ヘズマリュ昔テンチムさんとラファエルさんがいたところに、 とつってガン無視されてその後駅までしつこくついてくるっていうのありましたよねでその後ラファエルさんにも許してもらえたそうででここでテンチムさんにもねもう許してもらえているということで YouTuber この辺の人を許すっていうところの能力めちゃくちゃたけてるのかなと思ってここはすごいいい部分だなというふうに思いましたなかなかこれができないですもんね一回人を恨んだりするとその後許すということがそしてこちらは5月8日に行われる ディープジュエルズフライ級トーナメントの準決決勝ありますが、その大会にて追加対戦カード発表されました。キングレーナー選手になります。去年に敗れた東洋子選手と、こちらもなんですが、新設されるフェザー級のベルトをかけ再戦となるようです。他にはですね、山崎桃子選手 VS ちビサイ・ショウマ選手から名前を取ったチビサイ・キョウカ選手の対戦も発表されました。 そして、ストラッサー・キーチ選手、負けてしまいましたが、敗戦後すぐ応援ありがとうございました YouTube ライブもやられておりまして、なかなかあれがすぐできるメンタルっていうのはね、持てないと思いますよ。で、さらにですね、別で応援ありがとうございましたの動画も出してくれて、その中でスポンサーさんの紹介もやられておりまして、来人アンバサダー・くるみさん、それを見たようで、ストラッサー選手、めっちゃいい人だな。潔くて前向きで、見てて気持ちいい。 スポンサー紹介もちゃんとし始めて、いろんな人の気持ちもちゃんと考えてる人なんだなぁと、泣き絵文字、3連等と投稿したところ、ストラッサー・キー選手、それを引用りツイートして、 先日は共に来人34を盛り上げれることができてよかったです。必ず強くなってカムバックします。そしていつも解説ありがとうございますとこのようなやりとり見られました。やっぱり応援している選手が負けてしまったのは仕方ないとして、その後どんだけ早く立ち直れるかっていうのもね、見てる方としてはお手本とさせていただきたいところだったので、ストラッサー・キース選手の今回の迅速な対応っていうのはね、本当に頭が下がるばかりだなというふうに思いました。鋼のメンタルですよ、これこそ。 そしてこちら格闘技関係ないんですが私野球も好きでしてでそこでは中日ドラゴンズのファンなんですがジャン斉藤さんも中日ドラゴンズのファンで深夜ですねこのようなツイートを目にして爆笑してしまったんですが中日ドラゴンズが弱すぎることで僕も精神的変調をきたしたことがあって <laughs> そんなに思い詰めていたんですねそれに感染した奥さんが 昨日の深夜、中庭に谷繁監督らしき人が来ていたよ。てんてんてんと、幻覚を見始めたくらいです。会いたかったということで。谷繁監督ってことは、一つ前がヨダ監督で、で、一つ前が森重監督なんで、三つ前の監督の時。はい。じゃん斎藤さん、これほどですね、思い悩んで、思い詰めていた時があったようです。そして、私も会いたかった。で、こちら先日。 山田宗太郎選手に終わってみれば手品のようにというか狐につままれたようにと言いましょうか勝利してしまっていた西川大和選手早くも年間ベストバウトの声も高いですが一般の人がですねその西川選手の試合前の状況をまとめましたタイソン選手フィジカルが違いすぎて絶対無理だろう川名選手キャリアが違いすぎて絶対無理だろう山田選手 階級も上だし寝技の実力が違いすぎて絶対無理だろでも結果全部跳ね返すとでこの投稿をですね来時マッチメーカーチャーリー柏木さんが申し訳ございませんでしたとして 引用リツイートしして投稿したんですねつまり、ここにチャーリー・柏木さんの名前はないんですが、私もそのように思っていましたが、期待を裏切られましたということで、で、試合後ですね、西川大和選手は、もともとはライト級のチャンピオンで、今回はウェルター級に階級を上げ、試合に挑み、 次、シュートでウェルター級のタイトルマッチで試合組んでください。でもそれが無理なら、ライジン行かせてください。日本人狩りしますと、ライジンへの殴り込みをマイクで宣言したということもありますので、で、ここでチャーリー柏木さんということですので、西川大和選手、ライジンへの参戦がほぼほぼ決定したんじゃないかなというふうに私は見ております。そして、そんな西川大和選手、一般の方がまず、 西川大和のアマチュア戦績なんだけど、山本空、強すぎ、わろた、と追悼しまして、この二人は今は一緒に練習している仲間でもあるんですが、そこに添付されているスクショ見てみますと、まず1回目の戦いが山本空選手が1ラウンド2分46秒、腕ひしぎ十字固めで勝っておりまして、で、すぐリマッチ。 次の試合がまた山本空選手となっておりまして、次もですね、1ラウンド2分8秒、今度はアキレスが固めで山本空選手が再度勝利しているということで、で、西川大和選手本人がそれに対して、僕が小5、小6で、空が中1、中2、この時代の体格差はきつかったです。その後はなぜか、山健さんは試合組んでくれませんでした、かっこ笑いと、はい、投稿したところですね、なんとですね、 そこに山ちゃんの嫁さんという方が現れまして、この方、山本空選手のお父さん、山本圭一さん、山健さんの本当の奥さんのようで、このことを昨日のように覚えているようでして、それに体格差はあっても、体重は山トの方が重かったじゃん。山トのお父さんがぜひ試合したいと言って、うちに出たのに、無理に組んだみたいなことをどうして言うのと、で、さらにですね、その後、 ヤマトおめでとう祝ケンがヤマトとソラの試合を組まなかった理由は伝えてたよね。ソラはバンタムで、ヤマトはライトで、階級が離れたからだよ。スパーリングも一緒にしてたし、もう大人の相手がいるからいいよねって納得してたのに、どうしてそんなこと言うのと。はい。 ですですね、やっぱ友達とかね知り合いのお母さんには頭上がんないですからね <laughs> いくら強くてもこれには西川大和選手も焦って感じだったんじゃないでしょうかはい息子も可愛いですし真実を伝えたいというねお母さん気持ちもあるようですしこのような投稿をしているというね姿が昨日見られましたそしてこちらは浩二選手がライジン34のリングマイクで「俺とやりたいやつ何人もいるし」 ほな、トーナメントやろかと、選手、関係者らに呼びかけたことに対して、足澤流星選手が、工事軍団のみんな、お前たちは6月トーナメントが見たいのかそれとも、足澤流星と怠慢が見たいのどっちだよ教えてやれ。逃げさせんなよ。 と投稿しまして芦澤隆生選手は郷選手がトーナメントを発案したことは逃げと捉えているようですでも私も全体の大会のバランスを考えるとワンマッチの方がいいかなという風うには考えておりますやっぱトーナメントにしたら純粋にワンマッチで他にいい試合があっても トーナメントの方が盛り上がっているように見えてしまいますし、で、その後、ナスカ天心選手、VS 武選手をやるよりは全部ワンマッチで、そこでどう盛り上げられるかで選手たちには勝負してもらって、最後にナスカ天心選手、VS 武選手を個人的には見たい方かな。ただここはもちろんね、いろんな考え方があっていいところではあると思いますが。そしてこちらも Ryzin34 の話題になるんですが、アキラ選手と対戦し勝利した小原樹里選手。 その後の試合後インタビューで、大原選手ディープの方では暫定王者でしたが、正規王者である武田浩二選手がベルトを返上したことにより、正規王者に繰り上げとなりましたが、武田浩二選手と大原樹里選手は3度戦っていて、3度とも武田浩二選手勝ってますよね。4度目ありますかと聞かれて、俺しつこいんで、やらせてくれるんだったらやりたいですと返答しまして、それに対しての武田浩二選手のツイッターでのアンサーになります。いってい 正直、今の俺からしたら、ボーナスゲームだよ。とのことです。そして、こちらはですね、先日私、ヒロヤマニハ選手が、ライジン34で勝利した後、セコンドについていたサトシー・ソーザー選手と、その兄、マルキーニョス選手と、クレベル・小池選手、もうリングに上がってきまして、4人でのフォーショットでの写真というものを見まして、 もしかしたらこの4人全員イケメンなんで特にブラジル人から見たら超イケメン軍団なんじゃないの盆栽柔術ということを言わせていただいたんですが、クレベル小池選手はこの4ショットの写真をツイッターに添付しこのように思っているようです。このチームについてどう思いますかファンタスティック 4と。はい。クレベル小池選手の中では、超能力ユニット、ファンタスティック4のような私たちは存在だと思っているようです。しかしながらですね、私、この間、このようなことを言わせていただいたら、ブラジルでは目の細い人の方がモテるそうですよというね、コメントいただいたんですが、本当なんでしょうかというか、そんな人たちいるんでしょうかと思ったんですが、私は女の人目の細い方が好きなんで、まあ、いるのかというふうにも思いましたが。 そしてですね、私の今の女の人は目が細い方が好き。まあ実際には切れ長の目が好きって言った方がいいかもしれませんが、それと同じぐらいですね、重要な情報他にもありますので、最後にお伝えさせていただきたいかなというふうに思っております。まずですね、京口博人チャンピオン。ファミマにある飲むヨーグルト、ビビるくらい美味しいんだな、これ。ということで、はい、1リットルの飲むヨーグルトですね、美味しいらしいですよ。へー。<laughs> すごいいい情報と言っておきながらすいませんつい本心がねへえというふうに出てしまいましたが興味のないね声が出てしまいましたが他にもまだあるんです高健ケ選手いまだに仮面ライダーウガだけは見るんだよねということですへえでまだ他にもあるんです高健ケ選手花粉症はどうですかと聞かれてないですと答えておりますじゃあ皆さんでいきましょうかへえ はい。というわけで、本日は以上となります。今日は短めになると思ったんですが、正直ね、15分ぐらいで終わるかなと思ったんですが、毎回そうやって行ってもね、30分ぐらいになっていて、どういう力が働いているんでしょうかおしゃべりなだけなんでしょうか私が。わかりませんが、しかしながらこの後ね、1時からライジン記者会見ありますんで、ライジントリガーアスリート、ライジン35の追加対戦カード発表でいいと思うんですが、いいマッチメイクありましたら今日はダブルヘッダーでいけたらね、もう一つアップさせていただきたいなというふうに思いますが、で、今日ラスト取り上げたいニュースは はですね,堀江,も言いますよね堀江貴文氏自身が設立したプロ野球の独立リーグ福岡北九州フェニックスの開幕始球式をね昨日行ったんですがで確かに雨でグラウンドがぬかるんでいたということもあるんですがぬかるんでいたということもあるんですがその時の投球フォームがおかしくて何て言うんだろう砲丸投げのような 上半身に下半身がバラバラで下半身の力が全然上に伝わっていないというものでで、それをいじられましてツイッターででこれに対してはですね「おじいさんの投げ方や」とか「想像を超えてきた」とか「えなつ豊か」とかねお腹が出てるんで「妊婦」とか「妊娠何ヶ月目だよ」とか「えなつのような体型から繰り出されるクソみたいな投球」「予想以上にひどい」「この上ないな」とかですね で、今読ませてもらってないんですが、全部の文章の後に W はついております。あのフォームは5回受けると思う。普通の人は野球好きじゃないのに、金でこの立場買ったって思われるんじゃないかな、多分とかね、ツッコミが殺到しまして、で、ホリエモンはですね、それに対して、めんどくせえな、じゃあ始球式なんかやんねえよ、マジで。スタッフから頼まれたからやってんのに。 雨でぬかるんでて汚れたくないスニーカー履いてずぶ濡れでフォームにまで文句言われてクソガとでまだ言うかぐちょぐちょにぬかるんでてバランス崩しそうになったのにそれも練習しなきゃいけないのかこんなことのためになんで時間をかける必要あるのかクソガと反論したということなんですがホリエモンさんのねこれいつものブチギレゲーですよねなんか野菜食べてくださいとか言われるとキレるとかいう話もありましたよねはいですが何なんでしょうねこのフォームとかが不格好だとバカにされるゲー になるっていうのはね人それぞれやっぱね特性が違くて他のことができれば全然それでいいと思うんですがでもやっぱ部格好っていうのはバカにされるっていうので、ね、しょうがないんですよねなので私の甥いっ子もですねまあものすごく物事を合理的に考えて機械の中身とかすぐ見たがってどうやってできているかとか思うんですがやっぱ下半身の力が上にうまく伝わってない投球フォームで 運動神経があんまなくて、それをいくら指摘しても、いや、これに対しては、こっちの方が投げやすいからいいんだと、はい、別で考えているようなんですよね。なんででしょうね。うん、まあちょっと考えたら答えも出そうな気もしますが、まあ今日はいいやといった感じで終わらせていただきます。はい、高評価、チャンネル登録して、通知をポチッとオンにして、また聞いてね。クソが。